あれは100年以上も昔の話だ。あのサイバー戦争がこの地を荒れ地に変えた。人工知能ユダが反乱を起こし人間を襲い出した。まったく親不孝の話だぜ。俺たちに作っていただいた機械のくせにだぜ。でもどうして機械は人間に戦争を仕掛けたの？ユダはもともと地球防衛のために作られた制御コンピューターだった。だが人間が核戦争を起こそうとして。あ、人間こそが地球の敵だと考えたわけだ。まったく間抜けなガラクタどもだ。人間様を殺して機械の国を作ろうだなんて。結局その戦争はどうなったの？そいつは知らねえ。だがこれからもっと面白いショーが始まることは確かだぜ。サイバー戦争の結末について教えてやろう。愚かな戦争は10年続き、ユダは人間に愛想を尽かして自殺した。機械のくせにだ。何が目的だ？サラの情報を持ってるな。知らねえな。嘘をつくな。お前らアルカロイドだろ。もうシドから聞いてるはずだ。ファイナルウォーズ計画の概要を。知らねえもんは知らねえんだよ。一人楽しく飲んでんだよ。邪魔せんじゃねえ。まさか。
あいつら何者？機械人間、フォースダイヤモンドの新兵器だ。借りができたな。あなたさっきサラって言った？ああ。それが何だか教えて。ついてこい。現代は必ず生きたまま覚悟しろ。男は殺しても構わん。これを第六地区レジスタンス本部へ行け。でも私に構うな。お前だけは捕まってはダメ。私一人なんかじゃいけない。いいから行け。早く早く。娘はどこにあった？どこだ？答えろ！連れてくる。指輪の情報を分析した。ファイナルウォーズ計画とは、フォースダイヤモンドが開発中の超大量破壊兵器を奪ったアルカロイドの計画らしい。兵器の正体は不明だが、その威力はおよそ2000万キロと、大陸が軽く吹っ飛ぶ威力だ。おでもよ、そんなもんアルカロイドが手に入れたら連合軍も黙っちゃいないでしょ。そのアルカロイドと連合軍が衝突したら世界は壊滅する。だから最終戦争と言われてるんだ。みんな一緒に地獄行きだ。で、サラは一体何なの？ファイナルウォーズ計画の最大の鍵と言われる装置らしい。装置？俺たちはこの計画を阻止しようと思ってる。一緒に戦ってくれないか、早乙女クリス。私はサラが何だか知りたいだけよ。あの娘を取り返せ。いいことを教えてやろう。
あの女戦士、ポイズンを倒したやつが敵にいる。アイアンガール、見せてくれ。復讐のマシンと化したお前の実力を。たまにはペットフード以外の食べ物も食いたいぜ。野良犬はもっとマシなもん食ってるだろうよ。あ、でもよ、アイアンガールが味方になりゃ俺ら百人力だぞ。あんな女信用できるか。いやいやいや、あのスパルティ連合を一人で壊滅させた女だぞ。だが敵のスパイかもしれん。よ、あんたも来るか。なんかよ、ちょっと俺と勝負しねえか。どうしてそんなにサラのこだわる？声が聞こえるのよ、ずっと前から。助けてって。助けて？頭痛がすると聞こえてくるの、声が。お前を見てるとなぜだか昔愛した女を思い出す。将来を約束した仲だった。だが復讐が彼女を変えた。そして俺の元を去っていった。今はどこに？テロ組織アルカロイド、敵の手下になった。俺は愛した女を止められなかった。それ以来ずっと戦闘の中に身を置いてきた。
あなたも私と同じ、戦いだけが人生だった。昔私は記憶を取り戻す旅をしていた。それが私の唯一の目的だった。でも どこへ行ってもその願いは叶わなかった。ずっと記憶のために戦ってきた。いつも戦いの中にいた。多くの敵を殺して多くの仲間が目の前で死んだ。今は死に場所を探してるわ。もう全てを忘れたい。わかるよ。俺も忘れることができたらどんなに楽かって思う時がある。それほど悲しいことが多すぎた。亡くした人の数だけ傷がある。夜風に当たってくれ。お前ほんと可愛いな。どうしたの？釣りいらねえから。ありがとうございます。あら、ジョー、久しぶり。どうぞ。いつものでいいかしら。店長、休憩入ります。今日は短めにね。はい。浮かない顔してどうしたの？恋煩いかしら。どうかな。図星が焼けるわね。どんな人？似てる。匂いが。やっぱり彼女に縛られたままなのね。忘れるわけにはいかない。それでも新しい恋をしなくちゃ。そうだ、占ってあげる。さあ、引いて。過去の位置にある愚者のカードは自由、
味覚て純粋無垢を意味してる。現在の運命の輪は幸運、偶然、運命的。未来の死神は完全な終わり、別れ、死を予言している。死神とは縁起がいい。でも死神は逆位置なら人生のスタートを意味するのよ。今あなたは人生の転換期にいます。未来を決めるのは自分次第。参考にさせてもらうよ。第六地区から救援信号。知っているのか。こちら葛城。何があった。サラを確保している。落ち合えるか。例の場所。ゼロ地区だ。行くぞ。私も行く。他の地区に連絡してくれ。おう。娘をどこに逃がした。早乙女博士は禁断の扉を破ってしまった。あの力には我々人間が触れてはならんのだ。莫大な資金をかけて何を今さら。お前が呼んだのか。レジスタンスにアイアンガールがいる。まあいい、どっちしろ敵ではないわ。レジスタンスがゼロ地区へ向かったという情報が。サラはそこだ。私はサラ。助けてクリス。助けて。お仲間が到着したわよ。シエル。
本体は全滅、残ったのは俺だけだ。生きてるだけで儲けもんだ。おそらくこれに情報が入ってるんだろう。これをサラが持ってた。持って？お猫ちゃん、もう大丈夫よ。この子がファイナルウォーズ計画の鍵を握るサラだ。このガキが？装置じゃなく人間だったんだ。こいつのために多くの同胞が死んだだと。あっ！てめえこの野郎！やめろ！下ろせ。いざ！あなたね、私を呼んでたの。あなたがクリス。どうして私を？でも会いたかった。怖い思いいっぱいしたのね。もう大丈夫。行きましょう。おひげちゃんって呼んじゃうね。ね、おひげちゃん。お客様がお帰りよ。ありがとうございました。クリス、久しぶり。スナッチよ。知り合いか？いや、全然。うわ、冷たいことおっしゃるじゃない。ねえ、私も一緒に連れてって。少しお役に立てると思うんだけど。どうする？勝手にすれば。ありがとう。会いたかった、クリス！調子乗ってんじゃねえよ。何か分かったか？爪の中にマイクロチップが埋め込まれてた。ファイナルウォーズ計画の超大量破壊兵器はサラ自身だ。サラ？あの子？つまり兵器ということだ。あの子が大陸を吹っ飛ばす力を持ってるというのが？だから道明寺博士は我々に託した。道明寺？計画の開発者の一人で、今研究所がアルカロイドによって占拠されてる。もしあの子が敵の手に渡れば、最終戦争は避けられんな。様子を見てくれ。カズラギ、もう一つ残念な知らせがある。
なんだ。ダイアナを見た。どこで。第六地区を襲ったのは彼女だ。フォースダイヤモンドが作った改造戦士となってな。なぜだ。少女はどこにあった。誰が、あんたなんかに話すもんですか。どうしてなの、なんで女王を置いて。貴様の知ったことか。もう一度聞く、娘はどこだ。スパイからの無線です。つなげ。はっ。サラは今第九地区の秘密基地にいます。あの女は。一緒です、間違いありません。やっとこの日が。あんたに何があったか知らない。悔しいけどね、ジョーは今でもあんたを思って生きてるんだ。それだけは忘れちゃないよ。やれ。どうした、悪い夢でも見た。じゃあもう少しお休み。待って、もう少しだけ。おやすみ。
とお急ぎでない方はゆっくりと聞いておいで。透明の腰傘のうち物のあや色と利方がわからぬが道理だよ。立ち合え。手前用い出し猿は盾と矛。これは太古の昔戦国春秋時代、お隣チャイナはその国のお話。ある時盾と矛を売る者がいた。この盾はどんなものでも貫けない盾、そして矛はどんなものをも貫く矛だという。そして男がこの矛に盾をついたらどうなるかと聞いたという一品。さあその結末やいかね。今なら切れ味抜群タガーナイフ3点セットがついて、お値段据え置き3キュッポの大放出。安いやー、びっくりしすぎて脳みそ丸見え。さあさあさあ、買った買った、逃してはないよ。誰だ誰だ、買った買った買った。おい、お兄さん、お目が高い、いい買い物したよ。本当本当、よし、よいしょ、はい、持ってってほら。やったー、見る、見せない。私も見ていい？じゃあお嬢ちゃん、こっちへおいで。だがしかしお立ち合え。投げ銭や放り銭はお断りだ。手前大道に未熟な都政をいたすといえども、投げ銭や放り銭はもらわないよ。では何を家業にいたすかといえば、次に手前取り出したのは遠くアラビアの御神アラジンという男が魔人から拝借したという代物だ。ほれほれほれ、これさえあればもう安心。悪魔が来たりてピーヒャララ、飛んで火にいる夏の虫、魔人が出てきてこんにちは。きっとお役に立ちますわ。私に？ありがとう。よーくお似合いですよ。なんだ？面白く。ああ、行こうぜ。あ、ちょっとねえ、みんな、なんで？ねえ、行こう行こう。これからすごいの出すんだからね。みんなはただ、あ、ちょっとねえ、ねえ、ちょっと。かわいい。ねえ、しつけるだけでシックスパック。ねえ、1日10分よ。ねえ、もうびっくりして脳みそ満タンしたんだからね。ほら、かわいい鳥？うん、これはね、鶴よ。昔、日本にいたんだって。どこでこれを覚えたの？わかんないけど、なんか手が覚えてんだよね。私にも教えて。うん、いいよ。はい、ありがとう。うん、まずは、三角。三角、うん、こうしたら、そうそう、そしたらそれをもう一回半分に、三角、ちっちゃい三角、うん、昔お母さんに教えてもらった気がする。そうだ、これあげる。あ、綺麗。こんなものしかないけど、助けてくれたお礼に。でも私には。ダメ、これはクリスのものよ。サファイアがそう言ってる。クリスに持っててほしいの。じゃあありがとう。私ね、昔の記憶がほとんどないの。お父さんが救命医で、お母さんが看護師だった。暮らしは辛かったけど、明るい家庭だった。
枠で。そのペンダントはね、お母さんの形見なの。だから大事にしてね。読んだか。ああ。こいつを見てくれ。これをサラのデータの中にあった。アイアンガール、計画に関与しているということか。ああ、今は何ともだが、とにかく彼女の体の中には無限の兵器が秘められている。特にこのジョーカーにはかなり大型の。クリスがフォースダイヤモンドの超大量破壊兵器の可能性があるのか。ゼロだとは言い切れん。いや、彼女は何も覚えていないぞ。だがもし彼女が計画に関わっていたとしたらどうする。その時は責任を持って俺が始末する。どうしたの？浮かない顔して。いや、そうだ、前から聞きたいことがあったの。ジョーも知ってるの？ダイアナという選手。ああ、首を取るって言ってた。私の知ってるなら教えて。ダイアナは俺が愛した女だ。彼女は俺と同じ戦争孤児だった。兄貴と二人兄弟だけで生きてきた。兄貴は妹のためだったら何でもする男だった。野党となって人殺しもした。そして首に賞金がかけられた。まさか。兄貴を殺したのはクリス、お前だ。その翌日だった。ダイアナが俺の前から姿を消したのは。そしてアルカロイドの戦士となった。私に敵討ちするために。お前が自分を責めることはない。悪いのは全てこの腐った世の中だ。うわ、見ちゃった。いいな、恋人同士みたい。バカ言うな。お似合いよ、二人。私ね、ずっと家族に憧れてたの。二人が夫婦になったらいいのに。夫婦？ほら、やっぱりお似合い。そしたら、私を娘にしてね。サラ、冗談はやめて。クリス、その…もしこの地に平和が訪れ、その時は一緒に暮らさないか。そのもし無事に
じゃあ行くわ。いいな、こんな幸せがずっと続けばいいのに。不思議なの、クリスといるとなぜだか安心する。ダイアナ、サラを渡せ。アイアンガールは殺す。ノーだと言ったらお前も殺す。ジョー、出るのか私を。彼女の狙いは私を。サラを頼む。クリス、いいから早く。指一本触れさせない。サラ、シェルターへ。どっから入ってきやがって。サラ、なかなかやるじゃない。兄貴の敵。ダイアナ！余計な真似はするな。検体は中だ。いるぞ。Thank you.
これ以上この人たちを傷つけないで。わかった。約束しよう。サラ、クリス。もう死に損ないがよ。クリスを助けて、欲しいのは私でしょ。うなされてたようだな。あれは夢。何か思い出したか。ただ少女を追いかけてた。サラ、サラ。まだ無理だ。少し落ち着け。誰だ。スパイだからお前無傷なんだろ。いい加減に正直に入ったらどうだ。お前がこの場所を密告した奴らのスパイだろう。違うって何度言ったらわかんだよ、この抜け策。じゃあこいつは何だ。あ、それが、お前らには関係ねえよ。これでアルカロイドに密告してた。そうなんだろ。違う。ここに3本のナイフがある。どんなものも貫く切れ味抜群のナイフだ。これがお前の脳天を貫く前に奴らの情報を渡せ。たとえ知ってたってな、誰がお前なんかに。スイーバカ、本当に投げるやつがあるか。当たったらどうすんだよ。トゥーシャン。すいません、ごめんなさい。本当に知らないんですね。許してちょんまげ。せいぜい手元が滑らんよう祈るんだな。こんな雑魚殺したって何の役にも立たないよ。クリス、邪魔すんなバケモンが。そいつを助けたかったらな、力ずくで奪ってみろ。ブリキの化け物に変身してな。ブリキ、化け物、それ傑作だ。本当のネズミを捕まえりゃ文句ねえんだろ。いざ。その辺にしとけ。おい、何すんだよお前。もう芝居は終わりだ。サラは今、大宮地区の秘密基地にいます。これが情報漏れの原因だ。はい、一緒です。間違いありません。コウタ、てめえが。バレちまってる状態。お前らなんかに止めさせねえよ。おい、来んなよ。俺は先生なんだよ。
やめろ。一緒に死んでもらうからな。それがお前の仕事だろ。こんなことして何になるの？人間兵器完成のためだ。無駄よ、クリスが必ず助けに来るわ。望むところよ。クリスがここに。あんなポンコツに何ができる。やれ。アイアンガールが大量破壊兵器だったらどうする？道明寺博士がクリスを呼んでいる可能性だってあるんだぞ。お前それでも行くのか？で、どうやってサラの居場所探すの？それはこいつで。サラの腕輪に発信機をつけていた。これさえあれば一発だぜ。たまには気が利くじゃない。え、ちょっと待て。さっきザコって呼んだな。取り返せ。うるさい。撤回しろ。撤回しろ。うるさい。ザコ撤回。気が利くザコ。気が利くザコって嬉しくないよね。謝れ。謝れ。黙っていくつもりか。じゃあ今言わせてもらうわ。さよなら。俺も行く。いいだろう。好きにして。痛むってやるやん。マグマが活性化してる。サラが覚醒したら
本当に止められんぞ。最終戦争だ。焦土に理想国家を作る日も近い。覚醒しろ。さあ！電波の発信源はここに間違いない。この中にサラが。どうする？正面突破に決まってる。よし、じゃあみんなで違う。おい、ちょっと待ってよ。いきなり攻め込んだらこの連中いっぺんに相手にすることになっちゃうでしょ。でも早く助けないとサラが。どうしてそんなに困ったちゃんなの。そしたら逆にサラを隠されちまう。殺されるかもしれねえんだぞ。こういう時はここ使うのよ。ここ。お久しぶりね、アイアンガール。ポイズン？どうして覚えててくれたの？とっても嬉しい何の因果か。生き返っちゃったねえ、アイアンガール、もう一度遊びましょ。面白そうじゃない。
助けてクリス、助けて。現れたかクリス。なぜ私の名を。私は道明寺、長年この施設で早乙女博士の助手を務めクローンの研究をしてきた。早乙女、その名を覚えていたか。それが早乙女博士だ。アイアンガールの生みの親であり、君を愛し続けた夫でもあった。夫？この私は何なの？初めから話さねばならんだろうな。もう一世紀以上も前の話だ。あの頃早乙女博士は救急救命医、君は看護師として野戦病院にいた。二人は夫婦として厳しい戦火の中でも幸せに暮らしていたという。大丈夫だから。戦争は人を狂気にする。今まで虫も殺せなかった人間が武器を取って殺人鬼となる。こんなことは二度とあってはならない。博士は遺体を冷凍保存し、クローン研究に没頭した。クリスを蘇生するには莫大な研究費が必要だった。その資金を提供したのが軍事企業フォースダイヤモンドだ。その条件はサイボーグ兵器の開発だった。博士は愛する妻を取り戻すために戦争に魂を売った。死んだクリスの DNA を培養しクローンとして蘇らせたのだ。そしてサイボーグ兵器としてアイアンガールが誕生した。じゃあ、これはオリジナルの君自身だよ、早乙女クリス。私は死んでいた。100年以上も前に。じゃああの記憶は。反政府軍として仲間と戦った。あれは植え付けられた偽の記憶。君はその記憶に混乱しこのラボを飛び出して行方知れずになったんだ。君は人間ではなく兵器なんだ。
して蘇った。殺人兵器として、そんな命、そんな命欲しくなかった。早乙女博士の思いも分かってくれ。分からない、無理よ。私は、博士は再会を待ちわびていた。いつかきっと3人で、家族3人で暮らせる日が来る、そう信じて。サラの母親だ。サラは18の時、事故で亡くなった。そして私と同じクラウンに、サラは、サラはどこなの？地下の訓練所だ。もっと早く君の力を借りれば、サラの覚醒を防げたかもしれない。だがもう手遅れだ。サラは覚醒して最強の人間兵器になってしまった。まだ間に合う。ダイアナ、サラ、地下にいる。地獄で心中も悪くねえや。抵抗すれば殺す。俺をか。どうして現れた。どうして俺の前から消えた。私は死んだのよ。兄が殺された。それを忘れて幸せになれと。あの時私も殺された。
そうか。お前は死んだのか。撃て。撃て。撃て。それでこそ最強の改造戦士だ。サラ。サラ。サラ。クリス。サラ。私は殺し続けてきた。全身血まみれになって。でもやっと気づいた。戦いからは何も生まれない。うるさい。黙れ！が待っていても私は生きる。守るものが見つかったから。何も生まれない。やれ、ダイアナ！お前は殺すために生まれた兵器だ。違うな！you
地獄で待ってて。地獄へ落ちろ。私が探してたのはこれだったんだ。どこかでなくした記憶のかけらを拾い集め空へと掲げたら、ここから始まる新たな未来は輝く光で溢れる。聞いておいでお兄さん。美容師長者の鐘の声、諸行無常の響き、サラ宗樹の花の色、乗車必須、おごれる人も久しからずが世の通り。だが立ち会え。手前持ち出したる宝石は、かつて世界を救った鋼鉄の女神アイアンガールが流した涙の雫。その雫がこの瓶。クリス、おクリス、あ、スナッチ、今日何売ってんだよ。いいんだよ、後で。あ、クリス、あ、ちょっと、あ、おい、クリス、
ったな、クリスリー。でも、そんなわけないか。お前、どっかで会ったことあるよな。